世界の崩壊とアムリタの真実が、今明かされる。ナリンネ転生 RPG の第17回、始まるよ。前回、竜騎士になったり追放されたりしながら、第6回層をカバンパンパンで駆け抜けました。今回は第7回層サティアローカで、この物語の真実に迫っていきます。この階層は特殊な構成になっており、敵は出現せず、ひたすら腹玉だけがあります。あ、今調べたところ、移動でガバると敵が出るようです。ガバムーブ禁止。原玉では各階層の支店長が店番をしていて、我々が去った後の世界の様子を教えてくれます。なかなか救いのない結末となっていますので、下から順番に見ていきましょう。一応補足しておくと、この世界は階層世界であり、柱を中心に積み重なっています。第一階層は崩壊こそしなかったものの、世界自体が独立して閉じた世界となったようです。で、この支店長はなぜここにいるんですかね？生きている本物なのか、ここ自体が幻なのか。続いて第二階層、ブバルローカ。青子と赤身が生まれた階層ですが、終末的な超常現象に見舞われていますね。竜が生まれなくなり、100年が一瞬で過ぎ去り、誰かが一巡後の世界でも目指したんでしょうか。第3階層、スバルローカ。バジリスクとかいう害獣が住む火山の世界、全世界同時多発噴火とは、まさに終末。集落の周りは火山だらけでしたし、最後の瞬間は地獄絵図だったでしょうね。第4階層、マハルローカ。下は大噴火、こちらは洪水プラス怪物の終末コンボ。多分原因はラドン温泉だと思います。神殿以外は水没ってことは、少しは生き残りがいるってことですね。今はまだ。蕎麦を食べた後に店員が言う、また寄ってくださいね。きっとですよ、が染みる。第5階層、ジャナローカ。地上に空にうじゃうじゃいる怪物の一斉襲撃。あの塩化率ですからね、ひとたまりもありません。第5階層はなんというか、普通にモンスターに滅亡させられたようです。ナム。ちょっとスタンプ確認。次がさっきまでいた第6階層。その後が記憶のカウンターですね。第6階層、多忙廊下。多忙廊下って言ってますね。竜使いのクーデターで王宮は崩壊。あの後全く出てきませんでしたね、竜使い。大崩壊なるファイナルファンタジー6的な何かが起こり、あの愛人泥棒の僧侶も消えたようです。因果応報。おっと、景品はここでもらえるようです。なんとなく見といてよかった、もらえないやん。もう使わないであろう装備をないないして、今回はパタリシールドで、これも使わないけど。ここは記憶のカウンター。しかしこれしか言いません。具体的に言って。もう一回言ってこいってことですね。今度は上から降りていきましょう。アムリターネキの回想シーンか。この、記憶の空白、の話、よくわかりませんでした。有識者解説頼む。心当たり、が具体的に何を指しているのか、これがわからない。と、こんな感じにアムリタの独白を聞いていきます。食事後に画面切り替えで階層が入るので、お急ぎの方は最初に登りながら見ることもできます。普通プレイではこの動画の進み方になると思うので、今回は往復方式とさせていただきます。アムリタアネキもかなり悩んでたんですねー。
アムリタの回想はこれにて終了。もう一度池おじさんのところに戻ってきました。そして記憶のカウンターの機能で、アムリタのビデオメッセージを受け取ります。ここまで来て追わない選択はないでしょう。どの道もう戻る世界はありませんしね。原玉本部長アルジンバさんありがとう。どの立場で言ってるのかわからないけど。ってまた原玉、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ついに最後の世界、第8回そうあろうかに降り立つ。ナリンネ転生 RPG の第18回、始まるよ。前回、アムリタ姉貴の葛藤やギルドの真実を知り、アルシンハへの怒りが有頂天になった一行。しかし今回はそんなことは全く関係ありません。ただアムリタ姉貴の末祭王へ向かうだけです。なんだったん怒りが有頂天とか。さて、進む前にもううんざりしている荷物を整理。良い子のみんなはグランバザールで全部売ろうな。第8回層は、この商人でだけお買い物ができます。この人はなぜここにいるんですかね。ちょっと装備確認。ステータス重視にしておきましょうかね。なんだかんだいい感じにまとまりました。まあどうせ攻撃しないし何でもいいよ。ここは第8階層のフィールド、リューノスです。前作のラストも似たようなマップでしたね。出現モンスターは、まだ第6階層と変わりません。ここから新たに出現するのは2種類のみです。あ、2種類じゃありませんでした。みんな大好きなあれのアシュが何体か出ますね。この記録で見られる竜のグラフィック、めちゃくちゃいいですよね。かは凶悪で。秘宝。今のでグラフィック確認最後でした。ここからはそれぞれ異なるギミックの部屋を6つ、順番に攻略していきます。最初の部屋は、偶像の間。象の穴に正しい宝石をはめるお仕事です。出現敵は下と変わらないのですが、お食事シーンだけ流しますね。音が好きなんです。はい、宝石ゲット。偶像にはめる宝石は全部で3つあります。左右と上の頂点に、嫌がらせのごとくありますので、おやつを食べながら回収しましょう。おやつとかした天竜先輩美味しいですもぐもぐ。青い宝石。赤い宝石。これで全部ですね。あとはどこにどれをはめるか。間違えたらミノタウロス先輩が出てくるかな？あ、敵が新種以外はもう出ましたので、次からはカットしますね。最初からしろってね。すみません、一瞬気絶してました。調べたら宝石の選択画面でもいいと思うよ。ファミコンじゃないんだからさあ頼むよ。ノーヒントなので適当に。緑じゃないみたいですね。特に罠もなし。青でもないみたいです。って、これ正解以外はまらずに罠もないってことでオッケー？はい、何のパズル性もなく終了。さっさと次の部屋に行きましょう。各部屋は独立しているので移動はワープです。こういうところばっかりこだわらなくていいから。そして移動した先はいつもの原玉。この階層も8店舗あるからね、凄まじい密度です。パズルで疲れた頭と体を癒しまして、次の部屋へいざ鎌倉。あれ？どうしたどうした？そっちは今来た方だよ。そうそう、進む先は上ですね。蕎麦食べてる一瞬で忘れたようです。さて、次はどんな仕掛けが待っているのか。え？なになに怖い怖い、これもう気候ですよやだやだ。ちょっと眠すぎておかしくなってますね。ここで決着をつけるつもりで突貫収録してました。ここはミノタウロスの迷宮。像を調べ、一瞬だけ明るくなった隙に進みます。慎重に進めば落ちることはないので、宝箱を回収しつつ、足元注意で行きましょう。もたもた。もたもた。
で？なんで？明るかったのになんで？さて、草から箱もすべて回収して出口付近です。もういいからな、まっすぐ、出口へ、向かおう。天竜先輩美味しいもぐもぐ。一歩先が出口、信じ成し遂げたぜ。意識朦朧とする中よくぞクリアした。あと4つ頑張ろうな。おや、ここの腹玉は記録の竿ですね。寝袋があるので正直いらないんだよな。一応セーブしまして、次の部屋へいざ鎌倉。続きましては扉の迷宮。え？ミノタウロスだろって？いやそれ言ったら毎回だから。がっつり確認してますが、ここは扉の迷宮なので、像は関係ありません。扉を通ったと思ったら部屋だったでござる。アスラの剣はゲーム内最強武器です。攻撃力、能力ともに申し分なし、いや強すぎるでしょ。アスラの剣の入手経路は他にもあるのですが、ここで取るのが多分一番都合がいいと思います。あ、扉をそのまま抜けましたね。これが当たりの扉です。運だけの三択問題。こんなところに人間がいるわけやっぱりな。女性に化けていたのは赤ミノタウロス。体力だけが取りへの時間泥棒です。アスラの剣は確率3回攻撃でやや不安定。活躍させるにはリポで強化必須です。よほどの狂気戦にならない限りは、カルカラの牙などの倍撃の方が強力ですね。うん、ボスクラスの HP2 雑魚以下の経験値。勝ちのない戦いだった。こんな感じで、ハズレだと宝箱や敵がいますが、特にペナルティはありませんので。何も考えずに総当たりすれば突破できます。数合わせに適当なダンジョンを作るな。この怪しい音楽が使われてるのって、ギルド支部の金庫とここだけ？ですよね。なんで？ちょっとブレイク。すみません、ちょっと気絶してました。いや、敵くらい置いといていいよ。ノーヒントの3択をリスクなしでやるだけ。これって面白いんですかね？アスラの剣を最初に配置したら、後ろの武器はもういらないんだよな。はい、突破です。最強武器のためだけの迷宮でした。迷宮でもないわ。しかしまあこのダンジョン密度、ゼノギアスディスク2をプレイしてるようですね。まだ3つ目か。全然戦闘もしてないのでほぼ全開ですが、一応回復して次の迷宮に向かいましょう。すでに狂気の匂いがプンプンする、タオの迷宮。パズル天国ワープ地獄、やっとまともなの来たか。そしてついに新顔の登場です。ラストダンジョンにふさわしいその名も、ブリトラ。体力は控えめですが、突出すべきはその圧倒的な攻撃は、ヌエさんごめんそれ遅延行為だからやめてね。で、何でしたっけ？あ、そうそう、突出すべきはその圧倒的な攻撃よだからやめろって言ってんだルルを。とにかく、ここの敵で唯一警戒すべきはすみません使ってこなかったのでカットしました。結局柄が強いんだよな。全部レスの中でコスパ最強ですね。ブリトラくん、次はしっかり頼むよもぐもぐ。さて、このタオの迷宮ですが、正解ルートをしっかり選ばないとクリアできません。というシステムだったらよかったのですが、ご丁寧に戻れますし、適当にやってもクリアできます。あの宝箱が欲しかったら、行って戻れば通過だ、ここ出口です。宝箱の手前のワープが出口位置とか、RPG だったら許されない構造ですよ。あ、来た来たブリトラちゃん。今度はあれ、あれ頼むよ。
この頃は、千古の初手だるまがお気に入りでした。理由はよくわかりません。使ってきませんねー。そんなに打率悪くなかったと思うのですが。主人公も最強装備とはいえ相手は化け物。3回当たってやっと使えるってレベル来た。ついに来たウルトラ。この威力あーたまらねえぜ。このウルトラの使い手は、こいつとボス2体のみ。その効果は、敵の最大 HP の3分の2ダメージ、です。参照数値が最大 HP であるため、どんなに強くなった竜でも確定2発で落ちます。最初はそのダメージ量にビビリ散らかしましたが、しっかり祈って次ターン回復すれば大丈夫です。あ、もう見どころないので飛ばしますね。結局毒殺。ブリトラちゃんありがとね。もう出番ないから休んでていいよ。あ、さっき手に入れた不死身の鎧は、戦闘不能時に一度だけ復活できるそうです。このゲームは主人公が戦闘不能でガメオベラなので、安心をお求めの方は装備しておきましょう。やーっと半分ですかね。いや時間は全然かかってないんですけど。商人の品揃えは何も変わっていません。ここまで来て何か買う人もいないと思いますが。この商人の価値は売却できることにあります。もうあんな思いはごめんだからよ。始まりました後半戦。ちょっとカラフルなここは、トラップの迷宮。あからさまな罠がひしめく、最後のレベル上げポイントです。うん？今のは何だったんですかね？この火山が噴火したかのような演出に、誰もが恐怖したのではないでしょうか。はい、実際に起こったのは、HP が100減った、それだけです。は？あ、ここでも記録確認してますね。しかし次の段階はもう少し先です。悲しい。ちなみに、ボタンを押さなければ作動しません。そしてボタンの箱は全て罠です。誰が押すんこれ？ここまで来ていると R を間違えてるのは、ちょっと問題があると思う。出てきて即雑魚呼ばわりのハイミノタウロス。うん、邪魔なだけの置物ですね。こいつだけやけにバリエーション豊かですよね。開発者にミノウシがおるな。このトラップの迷宮は、抜けるだけなら簡単です。しかし、そこに眠るお宝は最強クラスの装備たち。かなり回り道になりますが拾っていきましょう。ボタンは押さなくていいから。ボタンは押さなくていいから。せっかくなので残った神話を紹介。バラモスゾンビっぽい、ほん、ですが、すみませんカーラの手袋で倒しました。効果は HP10% 消費で敵単体即死です。強すぎー。本は単体出現かつ大量経験値持ち。特殊攻撃もないので非常に稼ぎに向いています。宝箱から最強装備シリーズをゲット。最後までこのゲームは装備買う必要ありませんね。装備変更ついでに、このフロアの出現敵について、トラップの迷宮で出現する敵は2種類。先ほど遭遇した、ほん、と、ブリトラのみです。RTA などではここで即死アイテムを使い、一気にレベルを上げる人もいるとかいないとか。ということで、正規ルートに戻ってきました。装備を取らなければ、一瞬で終わる迷宮ですね。ちょっと玉砂の鎧の効果を実践。直接攻撃完全無効化だそうです。こんなんばっか。カーラの手袋が壊れちゃいましたね。もう戦闘は必要ないので、ちょうど良かったかな？先ほど最強のコテを拾ったので、ここで更新しておきましょう。それでは次の腹玉へ。腹玉もここ含めて残り3店舗ですかね？次の迷宮が実質最後の迷宮です。
ここは暗闇を進む、童貞の迷宮。童貞では多分ないと思います。可能性はある。また仮想の敵が再登場。なのでレベル上げならトラップの迷宮ですね。ウィザードリーのダークゾーンと同様に、進めなければ方向転換の繰り返しで突破できます。ちなみに、置いてある宝箱は木刀だそうです。ふざけるな。何の見どころもなく突破しましたね。あれが最後とかちょっとやる気なさすぎんよ。スタンプ確認しときましょ。いやー壮観ですね。コンプ初めてだから非常に嬉しいです。アムリター姉貴にも自慢しちゃおっか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ついに今日、サンサーラの真実が明かされる。ナリンネ転生 RPG の最終回、始まるよ。前回、第8階層のユーノス内部を駆け抜け、いくつもの迷宮、強敵、そばをなぎ倒してきました。そしてついに、もう開始直後から見えてましたが、アムリタの松、黄昏の広間へ。こっちに聞く気があっても姉貴は問答無用です。もう来るとこまで来てるからね、叩くラコとか言うのやめろ。アムリタ姉貴は完全脳筋女子。破壊神破壊王子と同じタイプのスタンドです。戦い方はいつも通り、毒にしてから殴る。天候は回復と主人公にリポで、ひたすら繰り返せ。プレイヤーに来たちは、は?と思ったことでしょう。アムリタ姉貴に毒とかふざけんじゃねえ、と。おっと、最強特技、ウルトラ、食らいましたね。最大 HP の約7割固定ダメージ、やはりやばい。あ、完全に忘れてましたが、タマサの鎧でした。直接攻撃完全無効の、転生したら鎧だった的な鎧です。で、何でしたっけ?アムリタに毒は下道超えてゴミ超えて無、だって?え?違う?何?カンカーラ?石化?そんなことできるわけないだろうが、アムリタを倒しました。実は石化が普通に通りますが、今回は見送りました。正々堂々と戦いたかったので。そしてアムリタの笛を入手。形見の品なので、道具袋の一番奥に入れときましょう。カオスドラゴンは世界を滅ぼす禁忌の竜。しかし竜使いとしてその手にかけることはできず。アムリタは世界を崩壊させないために、爆速でここまで進んできたんですね。しかし、元々の設定では、アムリタは洗脳されていたという説もあり、記憶の欠落など、それっぽいことも起こっています。最終的には、母性が強調されることになったようですが、そんなアムリタ姉貴の最後の頼み。この手でしっかりと決着をつけてやりわーい最後の腹玉ら。なぜ最後の腹玉がバーガーショップなのか。これ面白いと思ってやったんですかね。まあそんなことどうでもいいな。スタンプコンプコンプコンプリートだー。え?金粉そば券、あそっか一枚余っ、え?ここで?まあとにかくスタンプ確認しましょ。はぁやったなー。頑張ったなー。景品はここでしかもらえない最強の盾にしましょう。では、ラスボス前の装備確認をば。これ何気に最強装備も揃ったんじゃないの?いやー最高ですね。異彩を放つファールカップが輝いています。と、おふざけもここまで。最終決戦の舞台、カオスドラゴンの広間です。いざ勝負。
この戦闘前演出は控えめに言ってかみ。リメイクではカットされたって本当ですか？まずは絶対に特殊効果があるであろう。先ほどおいおいちょっと待って、まだページあったよ。探すの諦めるなよ。なんで諦めるんだそこで。はい、これ以降もう一度探すことはありませんでした。なので一応効果を解説しますと、アムリタの笛を使用すると確率で行動しないことがあるそうです。しかも確率がそれほど高くないようで、さっさと殴った方が早いみたいですね。次に、カオスドラゴンについて。スーファミ版では8本の首と差しで順番に戦い、リメイク版では全ての首と同時に戦うことになります。いろいろと設定が違うので、未プレイの方はぜひプレイしてみてね。あ、違う違う、解説ね。カオスドラゴンは各種マントラ、ブレスを使用。当然の権利のようにウルトラも使ってきます。しかし、今赤身が吐いたマーヤナを使えば、黙りを付与してマントラ、ブレスを封じられます。あ、毒になっているので黙りませんでした。初手マーヤナと、チャートに書いておきましょう。ちなみにアムリタと同様に、というか全敵共通で、確率でカンカーラの石化が入ります。こいつも。なので、この首一本目を石にしてリポデ連打、からのマーヤナ連打の殴り連打。これが正解です。しかしさすがはラスボス。天候自慢のカンカーラもなかなか通らないので、今回は回復しつつ殴りつつリポデしています。今見てもとんでもないグダグダプレイですね。そんなに言うなら取り直せばいいじゃん。そう思った方もいるでしょう。なんで等速に戻す必要か。危ねえ。赤身のターン開始時の HP は2280だったので、首の皮一枚で助かりましたね。ちなみにカオスドラゴンは竜を優先的に狙います。竜全滅でも強制敗北なので注意。え？参考映像？それが取れたら苦労はしねえ。お、やっと最初の首を落とせましたね。しかもタイミングよくマーヤナも入ります。主人公の強化は全然進んでいませんね。まあ、敵は殴りしかできないのでまったりとね。で、再収録ができない理由ですが、このゲームはセーブランが左右2個あり、それぞれ記録1、記録2となっています。とある事情で、自分は右側の記録2を使用。しかし途中でなぜか記録1に変更していました。その模様はバッチリ収録されていますので、このまま動画を最後までお楽しみください。さて、このカオスドラゴン戦ですが、ラスト3本になるまでもう喋ることがありません。この後各首を落とすタイミングで、天候のセリフが入るようになりますので、主人公の増えていくダメージを見ながら、ゆっくりラスボス戦鑑賞していってね。ついに運命のラスト3本になりました。主人公の強化はここまでに終わらせておきましょう。首を落とすたびに天子が喋るセリフですが、ざっくりと要約すると、私はここに来なければならなかった、そして運命を理解した、だそうです。そして天子は自分の使命を全うし、命を燃やし、最後の手前の首と相打ちになります。前作サンサーラナーガのラストブレスと同じ命落とした最後のブレス。お前、天子だったのか。ここから当然ですがおしゃべりはなくなります。残ったのは U3 頭とバキバキに強化された強人1人。天子の D パスオーバードライブにより強化されたこの力で
竜が倒される前にその首切り落としてくれるわ。怒りの3回攻撃。とはいえ、ここまで来れば勝利確定です。先行ウルトラ4連でも来なければ。最後は青子が親の仇を取りました。この竜もかわいそうですよね。どうすればよかったのか。カオスドラゴンを倒しても、世界の崩壊は止められなかったようです。気がつくとそこは、第一階層、遊園だった。え？なんで？これは物語の冒頭部分ですが、名前が天狗になっています。ちょっと変ですね。持ち物も何もかも同じです。しかし何かが少し違う世界。長老が待っているそうですが後回しにして、周りの人たちにちょっと話を聞いてみましょう。この遊園ではみんな意味深なことを言っていて、その言葉からこの世界の意味がもうちょっと意味深なこと言ってくれよなぁ。襲ってきたらカオスドラゴンの悪夢でしたね。アルシンハ師匠、現世に定着したんですか？アムリタ姉貴。このアムリタの言葉が全てですね。サンサーラとは輪廻転生。カオスドラゴンを倒した者の世界は崩壊。輪廻転生を繰り返し、今は天狗が男の子に。この世界の人々は結構な打率で前世の記憶があり、もしかしたら天国に到達しているのかもしれません。あ、でも違う人物になってるし、また直前で辞めちゃったんですかね、あの神父。ちなみに、速攻で長老に話しかけた場合も、もうちょっと周りに話を聞け、と言われ進みません。しかし全員がフラグになっているわけではなく、特定の人物に話しかけるだけで OK です。最後までこんなに複雑なフラグ管理、本当にする必要があったんですか？あ、それ私です。あ、その頃は竜の方です。まとめ動画もありますので、そちらをどうぞ。旅の途中って、上から降りてきたんですかね？それとも前世の？そして唐突に悲劇は訪れます。原因は途中で記録1に変更してしまったこと。そしてここで記録2に上書き保存したこと。しかしまだ引き返せます。ここでリセットして、記録1でまた戦えばいいのです。そんな奇跡は起こりませんけどね。子供は事務員になったのか。これから全プレイヤーに嫌われてかわいそう。さてそれでは、この物語を終わらせましょう。再走も許さぬ残酷な物語を。はい、ということでお疲れ様でした。サンサーラナーガ2、ここに完結。収録を始めてから約9ヶ月かかってしまいましたが、なんとか完走することができてほっとしております。というか収録は数日で終わっていますので、ちょっと編集サボりすぎましたね。僕の中では隠れた名作だと思っていたのですが、意外にも多くの方が知ってくれているようで、視聴したりコメントしてくれた皆様、本当にありがとうございました。さて、完走した感想ですが、なぜ続編が出なかったのか、これがわからない。今も色褪せない、まごうことなき名作でしたね。さすがにシステムと塩化率はあれでしたが、校舎はラサの水を使えば解決しますし、それを補ってあまりあるストーリー、ラスト。旅した世界に救いはありませんでしたが、プレイ後感は、何か納得感というか満足感というか、何年かするとまた遊びたくなるんですよね。あ、すぐにはなりません。大丈夫です。リメイク版の方はかなり改修が加えられていて、本当にシステムがガラッと変わっています。まだ未プレイの方は、リメイク版の方が遊びやすいかもしれませんね。まあこれがスーファミ、リメイク版もゲームボーイアドバンスなので、
環境的にはそんな遊びやすくないですが。さらにまずソフトも手に入りにくいですね。レトロゲームはこれが辛いところです。しかしこのスーファミ版は普通に手に入ると思いますので、ぜひご自身でプレイしてみてください。次回作について、僕の動画の話です。次のシリーズは、少し新しめのゲームにしようと思っていまして。と言いつつも昔のゲームのリメイク版です。まだ収録も全然してないので、予定ではあるのですが。また新しい動画シリーズが始まりましたら、よかったら見てやってください。さて、そろそろエンディングも終わりです。あれ?感想した感想言ってた?まあ僕の感想なんてどうでもいいので、皆様の心に何か残っていれば幸いです。最後に一言だけ。無音になった後、ちょっと待ってみてね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。